橋田さん、はい、今後の長い方の育成は、あ、ナナイフの今後のナナイフは、まあ、3年目、4年目、5年目頑張って続けます、はい、あ、潰れることはないと思うんで、あの、安心してください、はい、もう人もお金も回ってますはい、なので、ビルがなくならない限りは、あの、先ほどのビルオーナーが、あの、何か、あの、変な感じになるのが大事です、はい、はい、次行きます。星野さん、一番嬉しかったことは？あ、地元、生まれ育った地元なので、まあ、地元に戻ってきましたという雰囲気が、やはりもともとやってた IT だけだと出なかったと思うんです。なんで生まれ育った地元に戻ってきたなというところが、まあ、嬉しかったです。すみません、笑いが食いとしありがとうございます。次行きます。ナナイフってどんな人が来ますか？東京のコワーキングスペースと違うところを教えてください。俺、はい、地域の人が多いんじゃないでしょうか。東京は分野に絞れると思うんですよ。あの、クリエイターのためのコワーキングスペースとか、まあ、なんか iPhone アプリの制作のためのコワーキングスペースとか絞れると思うんですけど、まあ、地方都市に行けば行くほど地域に特化しないとコワーキングスペースというキーワードでは育ってくれないので、まあ、そういう点が違うかなというふうに思います。はい、ありがとうございます次行きます。星野さん、カラオケで歌よく歌う曲は何ですか？僕、あの、カラオケが苦手でして、カラオケとピーマンが苦手なもんですから、あの、食事はピーマンは食べませんし、あの、カラオケは気もいかないです、すいません。次ですね、ナナイフのスタッフになって良かったところはということで、じゃあ私が代表して、もう2年近くになるんですけど、ナナイフは、あの、結構幅広い業種のお客様が多いので、真っ暗、真っ暗、いろんな、なんですかね、なんかお話を聞かせてもらえるのがすごく参考になって、あの、就活の時期とか、あの、なんか最近のニュースなんだと思いますかとか、次こういう会社受けるんですけどどう思いますかとか言うと、すごい皆さん答えてくださってすごい参考になりました。あとはそうですね、あと、ナナイフは、あの、この前ブログにも書いてたんですけど、もしかしたら見てくださった方いらっしゃるかと思うんですけど、星野さんはこれやってくださいって全く言わないんですよ。あの、なんか私が入った頃、ファッション雑誌を買っていて、星野さんが、ナナイちゃんこれ読んでていいよって言われてファッション雑誌読んでていいよって言われて、いや、なんかそれはまずいなと思って、なんかいろいろイベントを企画したり、まあ、マニュアル作ったり、なんかいろいろ装飾をしたり、まあ、なんか、あの、建築物作ったり、自分で動けるようになったのがすごく良かったなと思ってて、で、あの、就職先の会社面接受けた時もコワーキングスペースの話したらすごく評価してくださって、先生決まってすごく感謝しております。大学生にコワーキング、あ、おすすめするアルバイトの一部はコワーキングスペースですね。じゃあ時間もなくなってきたので、Q&A タイムはここでおしまいとさせていただきたいと思います。早い、早い、20分しかない。次行きます。はい、次です。抽選会します。はい、抽選会です。私の前に落とし物がありました。今、抽選券持ってない人はいらっしゃいませんか？はい、もらったような気がしますね。はい、抽選が手元にない方は手を挙げていただけます。